Okina, Oji. Tsuita yo. どうやら工場の方で騒ぎが起きてるらしいね。でもうちらは指示がなきゃ介入できない。市民の面倒あんたたちに頼んだよ。ああ、任せて。じゃ、気をつけて。 似合ってるよ。似合ってねえよ。防護服は一着しかない。単独で最も戦えるのはお前だ。諦めて頑張ってきてくれ。ああ、聞こえる？死骸駆除を引き受けてくれてありがとう。その間にミスリルの加工はやっとくから。 先に一人ハンターが入ってるけど、多分一人でなんとかなる数じゃないから。協力して駆除してよ。あとちょっと嫌なお知らせ。死骸が発電機をいじってるみたいでさ、出力次第じゃ爆発するかも。急いでね。分かった。 嫌がった。一気に叩くぞ。了解。変わった戦い方するな。国家の王様だろ。あんたもやるじゃん。一人で修行でもしてたのか。<笑>まあな。 駆除はもういい。避難して。発電機がやっぱり、あとちょっと爆発するよ。俺を信じな。ちゃんと片付ける。あんたはどうする？なめんな。楽勝だわ。なら俺も負けてらんねえな。行くぞ。 頼りになんじゃねえか。元からだろ。<笑>また頼むわ。任せろ。じゃ戻るか。<笑>
本当疲れ。ミスリルは加工しといたよ。そっちのハンターさんもありがとね。うん。グラディオ。先に入っていたハンターというのは。そういうこった。しばらくぶりだな。待て。傷。増えた。箔がついたろ。改めてよろしく頼むぜ。ノクト、兄さん、偶然。エリス、お、悪いな、ダスティン。兄さん、戻ってきたんだね。迷惑かけたの謝った？そこで早速働いてもらったわ。そこで？あ、じゃあ、ミスリル用意できたんだ。それなら私がシドさんに持ってくよ。先に皆無に戻って待ってるから、ノクトたちはしっかり準備してから来て。あ、ノクティス様。先に皆無に戻って待ってるから、ノクトたちはしっかり準備してから来て。あ、回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。今日は久々の休みだ。俺がいない間、他に何かあったか。車は広かったな。お前覚えとけよ。ガーディナにようこそ。おお、王子、元気そうじゃん。まあな。不明ごめん。王との事件あっただろ。当分裏でも用意無理っぽくて。いいよ別に。あ、で今さ、新聞記者だけじゃやってけないから、アクセサリー制作力入れてんだ。ふん。でさ、今って暇？なんで？報酬はアクセサリーで、そいつは原石と引き換え。ほら、前と同じで探索を頼みたい感じ。よく食べたわ。ここの味も結構イケてたな。オルティシ、心配もしていたようだが、要件は別だったという感じか。ま、そんなもんだろう。相変わらずの威厳のなさだね。原石探しか。危険なとこなんじゃない？
準備はできているか。あ、行こうか。車はここに置いていこう。ノクト、あいつが言ってたのはこの辺か。ああ、頼まれた原石を探そう。囲まれたらヤバそうだね。あんなこと言うなよ。俺だってやるときはやるよ。その調子だノクト。あ、よし、完璧。アラネアって不思議な人だったね。帝国軍人らしからぬ女性だったな。ノクト、帝国軍だよ。すごいね、やっぱ。さて、どうぞ。行くぞ。見てろよ。
息ぴったりじゃん。今のよかったな。じゃああとは届けるだけか。ああめんどい。油断禁物ってね。行け。俺、アラネアに会ってちょっとびっくりした。学校？ああ、まあそれもね。っていう。帝国人ってみんな。ノクト、薬類の買い出しは忘れずにな。あいよ。ガーディナにようこそ。何時に集まる？おお、さすがだね。王子とその他も無事？まあな。じゃあよかった。王子も誇りに思いなよ。これで世界の人々が救われるかもよ。なんで？普通一般人は夜なんか出歩かない。でもやむを得ずなんて人もいるじゃん。まあな。俺そういう人用にアクセサリー作ってんの。ってわけで王子もこれ使ってみ。はい、約束通りの報酬です。じゃあまた来てよ。新作あげちゃうかもよ。また来てよ。だって調子のいいやつだな。軽すぎて調子が狂うぜ。いらっしゃいませ。かしこまりました。はっ。
そろそろ行くか。プロント、行こうぜ。今行く。だいぶ暗くなってきたな。はあ、八重確定か。俺は嫌いじゃねえけどな。またキャンプかよ。キャンプの何が不満なんだよ。イリスか。今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。軍、辞めるかもって本当かな。彼女がだいぶ気になっているんだな。どっちなんだよ。え、何が？シドニーと。どっちって、ちょっと待って。案外真剣に悩むんだな。イリスの手料理楽しみだな。それは聞き捨てならないな。いや、イグニスのはもちろんだけど、女の子の料理ってのがさ。ああ。ねえねえ、灯台入れて撮ろうよ。俺たち爽やかになれると思うよ。
じゃ、爽やかになるか。おう、爽やかになろう。あ、未だに帝国は魔導兵を生産している。言ってたね。何のためなんだろう。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。いい感じ。将軍も来てますよ。レガリアもオルティシエに行くんですね。ノクト、もう出発だね。言いそびれていたことがある。何？すまなかった。
陛下を守ることができず、何もかもが至らなかった。俺の力不足だ。守りようがなかったってな、ね、分かってやってくれ。別に分かってるし。ただな、仲間は大事にしてやれよ。してるし。いくら結果が変わんねえとしてもだ、抱えたもんを話してくれねえってな、辛いもんだ。お供が護衛じゃねえってのはそういう意味なんだ。頼れよってな。先方が大いに越したことはない。これをやる。武器だけでなく魔法も使え。準備できてんだろ。さっさと乗りな。あの、どうした？必ず帰ってきてください、王様。ああ、わかった。